今朝は放射冷却の影響で各地で冷え込み、県内29地点で今シーズン最も寒い朝となりました。朝もやが立ち込める今朝の浅間山、最低気温が 7.4 度となった佐久市では、車のフロントガラスや草木に朝露が輝いていました。県内は放射冷却の影響で各地で冷え込み、最低気温は長野で 9.7 度、松本で 8.7 度など、30ある観測地点のうち29地点で今シーズン最も低くなりました。また木曽町開田高原では 1.0 度と全国最低に、上田市菅平と南牧村野辺山は 1.9 度で全国2番目の冷え込みとなりました。長野地方気象台によりますと、日中の予想最高気温は飯田で25度、長野23度、松本22度などとなっています。